ロッテ岡、肉離れ。岡大海選手が昨日8月9日、浦安市内の病院での診断の結果、左大腿二頭筋の肉離れと診断されましたのでお知らせします。岡選手は8月8日木曜日福岡ソフトバンク戦での走塁の際、同箇所に張りを感じたため途中交代をしていました。今年好調やったのにもってないな。それでもオリックスには勝てるやろ。その後のハム便器は知らん。今年好調やったのにもってないな。1ヶ月くらい休養。岡いないと無理や。これは本当に残念だが、致命的な怪我だ。選手生命もこれで終わりだろう。チーム内で一番調子いいやつが抜けるとマジでチーム終わる。岡抜けても外野は高部、荻野、ポランコ、藤原でなんとかなる。ソフバンの優勝間違いなしだし無理せんでもええわ。せっかくオールスターまで出たのにな。マスケット2人以外はモブやから平気平気。ご視聴ありがとうございました。